ただいまより福田信正選手、野上直道選手、谷本圭介投手、大野翔太選手引退セレモニーを行います。それぞれの選手がお世話になった恩師、関係者からの花束贈呈となります。まずはじめに野上直道選手が子供の頃にお世話になりました名古屋北リトルリーグ監督の野道輝雄さんから花束が贈られます。続きまして福田信正選手へ母校横浜高校野球部元部長の小倉清一郎さんから花束が贈られます。最後に大野翔太選手、
谷本圭介投手へ、北海道日本ハムファイターズ前監督の栗山英樹さんからお願いします。野口さん、小倉秀夫さん、そして栗山英樹さん、ありがとうございました。まずはじめに谷本圭介投手よりファンの皆様にご挨拶いたします。谷本圭介投手、お願いいたします。思い返せば小学生の時から野球を始め、小学校、中学校、高校、大学、社会人、プロと続けてきました。いつも整列の時は一番前でした。当時の夢は小さく前へ習いをすることでした。そんな僕が中部大学に進学し、当時の全球監督に背の小さいことを武器にしろ、その言葉で僕の野球人生は大きく変わっていきました。これを聞いている、見ている背の小さな少年少女、すべての野球人の人へ、夢を諦めないでください。夢は叶います。応援しています。北の大地でプロ野球人生をスタートし、北海道日本ハムファイターズの温かなファンの皆様に育てていただきました。そして小さな頃からの夢であり憧れでもあったブルーのユニフォームを着てグラウンドに立ち、このドラゴンズのユニフォーム姿で引退することができる私は本当に幸せ者です。すべてのプロ野球ファンの皆様、15年間本当にありがとうございました。ファンの皆様、どんな時も変わらぬご声援をいただき、試合に勝てない時、打てない時、打席に立つのが怖い時もありました。それでも声援が背中を押してくれて、ここまでやることができました。本当にありがとうございました。応援してくれた方々の期待には応えられなかったかもしれませんが、自分なりに必死になって17年間やってきました。悔いはありません。両親へ、丈夫な体に産んでくれてありがとう。父、小さい頃から電話でよく今日は素振りをしたか
と毎日電話がかかってきました。そこで僕も休まずに毎日素振りをした記憶があります。そのおかげでプロ野球選手になれたと思っています。ありがとう。兄貴、小さい頃から背中を見続けて背中を見続けていつも自分の目標でありました。最後まで気にかけてくれてありがとう。今若い選手がたくさんの一軍の舞台でプレーして毎日必死になって練習して試合をしています。来年はファンの皆さんが喜んでもらえる試合をたくさん作ってくれると思うので、今立っているみんなの選手たちに期待してください。まずは試合とセレモニーお疲れ様でした、うん、お疲れ様でした。どうですか心境とか。そうですね、そうですね、うん、まあ無事一日終わったなっていう感じと、もういよいよ今日で終わりなんだなっていう寂しい気持ちと、まあ、とりあえずセレモニーのスピーチが終わってほっとしているかなと思います。ずっとおっしゃってましたね、はい、あのカンペというかあの、うん、紙を取り出すという奥の手も、はい、ちょっとすいません。そうですね、まあ、あれ奥の手を出したつもりが飛んだのが2枚目の紙だったのにパッてめくったら1枚目だったんでどうしようもないなと思ったんですけど、なんとか出てきてくれたのでよかったなと。あの終わった直後ですけど、はい、明日からまた新しい人生が始まりますけど、うん、どうですか生活変わっていきますけど。そうですね、まあ、僕自身プロ野球選手として、15年間プレーすることができて、
まあ、10月3日っていうのが、まあ、引退の日でもあり、まあ、新しい誕生日かなと思って、これからの生活として糧にしていきたいなと思います。あえて今楽しみなことって何ですか、次の。そうですね、まあなんだろう、もう本当に毎日毎日必死に、ね、練習したりいろんなことやって、まあ、そういう駆け抜けてきた15年間だったので、まあ、具体的に何をしようというのは今は考えられないかなと思いますけどね、まあ、今日ぐらいは浸りたいかなと思ってますそれでは試合とセレモニー見守っていただいたファンの皆さんに、ちょっとスピーチと重複する部分あると思うんですけど、はい、メッセージいただけますか。まあ、ファイターズで8年半、ドラゴンズで6年半、まあ、合計15年、まあ、いろんな苦しいことも楽しいこともたくさん夢を見させていただいた15年間だったので、本当にひとえにたくさんの全国のファイターズファン、ドラゴンズファン、すべての野球のファンの方に感謝したいです。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。もうここのブルペンに来ることもないね。違う形でまた。電話は。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。待てよ。試合とセレモニー、はい、まずはお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。心境的にはどうですか。そうですね、まあ、自分の中で決めた決断でもやもやしてたんですけども、まあ、本当に今日こうやってセレモニーをやっていただいて、まあ、皆さんの前で、まあ、最後、まあ、自分の姿を見せれたってことは、まあ、本当に切りよく終われたんじゃないかなと思います。終わって直後ですけど、はい、明日からはまた違う生活が待ってますけど、どうですか、イメージできますか。そうですね、まあ、あんまり泊まること好きじゃないので、まあ、あんまりグズグズしないで、自分がやるべきことをまたこれから一つ一つやっていけるようにまた努力していきたいなと思います。それでは最後に、今日試合とセレモニー見守っていただいたファンの皆さんに、はい、ちょっと重複する部分あると思うんですけど、はい、メッセージいただけますか。はい、そうですね、15年間にわたって、たくさんの声援をいただいたおかげで、こうやって、セレモニーもやっていただけるような選手にもなりましたし、まあ、決して満足するような成績ではなかったですけども、皆さんの声援のおかげで本当に満足できるような自分でいれたかなと思うので、本当に15年間ありがとうございました。本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。試合とセレモニー、まずはお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。どうですか、終わって心境は。いや、ほっとしてますだいぶ本当ですか。いや、もうだいぶ緊張してたんで、朝からもう終わったかっていう、まあ、緊張はだいぶ解けました試合の部分も緊張して、セレモニーもちょっと緊張されてたっていう感じ。まあ、セレモニーの方が緊張しました本当ですか、はい、思いは伝えられましたか。まあ、一応準備してきた言葉は一応多分言えたと思うんで、まあ、まあ良かったです。明日からまた違った人生が始まりますけど、生活も変わってくると思いますが、そのあたりはイメージできてます、できたりするんですか。いや、イメージは全くできてないですけど、まあ、そのなってみて、まあ、まあ今までは好き勝手やってたんで、まあ、いろいろ対応していかないとなとは思います。試合とセレモニー見守っていただいたファンの皆さんに、ちょっとスピーチと重複する部分も出てくると思うんですけど、メッセージいただけますか。はい、もう本当にたくさんご声援いただいて、本当に感謝してます、まあ、特に、まあ、僕はファームのいる期間が長かったんですけど、それでもやっぱり打席に立つ時にいつも盛り上げてくれるんで、本当にもうそれだけですね。もうその感覚というか、そういうのが忘れられなくて、また試合に出たいというか、また打ちたいという気持ちにさせてもらってたんで、本当に感謝しかないです。わかりました。
はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。まずは試合とセレモニー、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうですか、心境とか今の気持ちって。はい、そうですね、まあ本当試合始まるまではなんか最後って感じもしなくて、まあそんなに余韻に浸れない時間だったんですけど、セレモニーの時はまあしっかり自分の、まあ、最後だって思いながらやれたので、うん、よかったです。まずはあの今日の試合というところではしっかりと結果出しての最後だったと思うんですけど、そのあたりはご自身で振り返ってどうですか。そう、まあ、しっかりとにかく初球から思い切って振ろうと思ってたんで、でも最後は本当にサードの坂本がちょっとグラブを引いてくれたと思うのでそうですか、本当に感謝しています。あとセレモニーは思いは伝えられましたか。はい、もうあのしっかり話せたと思います。はい、あのそういった試合とセレモニー見守っていただいたファンの皆さんに、はい、ちょっとスピーチと重複する部分も出てくると思うんですけど、はい、最後メッセージいただけますか。はい、いやもう本当に17年間、いつも大きな声援をくれて、本当に自分を鼓舞してくれたので本当に感謝していますね。まあ、自分はもうこれで終わりなんですけど、まあ、ドラゴンズのこれからもみんな一人一人やってくれると思うので、そこをしっかり僕も応援したいし、皆さんも選手たちに力を分けてやってください。お願いします。本当に長い間お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、あの取材終わって全部終わりで、はい、また呼び出してしまって、あのドラゴンズの YouTube では大事なことを聞き忘れてたんですけど、あれがあるね、はい、あれがあるね。最終戦引退セレモニー控えてますけど、はい、ファンの皆さんどういう雰囲気で谷本さん迎えてほしいですか。しんみり、それから明るく。そうですね、まあ、今日確か一軍の先発が寝ようですよね。まあ、ネオン以上の声援を欲しいなと思いました。ずっとおっしゃってました。ずっと去年からずっとおっしゃってましたね。あれやね、登板時の声援はどうでしたか。今日はネオンに勝ったでしょう。ましてやね、まあ、ご来場してくれたファンの皆さんが全員掲げてくれたんで、ボードをあれはまださすがにまだ日本経験してないと思います。そうですね。今日は最後の最後でね、嬉しかったですね。はい、まあ、改めてそういった戦くれた現地に来てくれたファンの皆さんへはどういうメッセージがありますか。まあ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。本当に勝てました。はい、勝てました。お疲れ様でした。ありがとうございました。勝ったでしょ。